皆さん、おはようございます。ゆいです。今日はですね、Get Ready With Me でやろうと思ってたんですけど、出産のお話をしてたら長くなっちゃって、メイクがなかなか終わらなかったんで 先にやって登場しました。でですね、ちょっと次男の時の出産のお話をしようかなと思ってて、で、前回の長男の時の、出産の、実際の出産のお話ですね、は確かビデオ上げてるんで、そちらをどこかに、出しておきますね。次男の時は妊娠が分かってから、引っ越しをするのが分かっていたので、その引っ越し先の管轄の病院に、前回の時にね、長男の時に使ったそのミッドワイフプログラム、助産師プログラムがすごく良かったので、それと同じような同等のことができたらいいなと思って問い合わせをしてたんですけど、いろいろありまして、実際に引っ越してからじゃないと面倒見れませんみたいな、ちゃんとその場所を確保できませんみたいなこと言われて、みたいな感じで、で結局できたんですけど、そういうのがあって、いろいろやり取りがあったんですけど、引っ越しされる方、管轄の病院をしっかり見ておかない、特に公費で出産される方、プライベートだったら別にどこの病院行っても自由なんですけれど、公費でされると基本的にその行く病院っていうのは決まるので、自分のね、住所によって決まるので、よく確認された方がいいかなと思います。基本的には自分の管轄外のところからはいけないことになっているので、と聞いたので、こう病院をこう見て選ぶというのはなかなかないんですが、場所によっても地域によってもなので、一概には言えないんですけども、私が問い合わせしたところは、引っ越しが済んでからじゃないとケアを開始できませんと。っていう、またその理由も、最近その病院が新しくなったので、その病院の病棟が新しくなったんで、そこで出産したい人が非常に増えていると。で、住所を偽ってでまでそこで出産したいっていう人がいたことが何回かあったらしくって、そういうのを防ぐために、完全に引っ越しが済んで住所をこうきちんと証明できるようになってからじゃないとできませんと。ということで、ちょうどその時私たちこの家を建ててる状態で、家そのものがまだなかったんですよね。だから家できたらそこに住むのは分かってるんですけど、住所すらない状態ですよね。ここの新しい家の住所の番地も決まってなかったんで、ちゃんと。なので、この辺に住みますっていうことしか言えなかったんで、いや、結局その引っ越しが済んで、家が完成して引っ越しが済んでからケアを開始するんですけど、今回の助産師さんは家まで来てくれるタイプの人だったんですね。前はその自分の出産する病棟の病院のその産科、そのバーシングセンターみたいな、そのクリニックがあるので、そこに自分が通う感じだったんですけど、で出産後にこの助産師さんがうちに来てくれる感じだったんですけど、今回は全部うちに来てくれるんですよ。で、それすごい助かりましたね。その時にはもちろん長男もいたんで、その子供を連れてこういちいち病院に何度も通うっていうのがちょっと大変かなと思ってたんで、来てくれるって言われた時、イエーイとか思ったんですけど、それはやり方はまちまち、その助産師プログラムの地域のそのプログラムのね、形によって多分違うと思うので、その辺はまちまちだと思うんですけど、でケアが済んで、で、ちょうど出産2ヶ月ぐらい前かな、2、3ヶ月ぐらい前にコロナが出まして、 で、その時はまだ助産師さんも、なんかこれ何なのみたいな感じで、情報が少ないから、パニクるのはやめようねみたいな感じで、あんまりこう大ごとにはしてなかった。今はね、大変なことになってますけど、大ごとにはしてない感じだったんで、そんなにね、情報が少ない中焦ってもしょうがないからみたいな。でも病院側としては、出産立ち会いは1人まで、大人1人までっていうことだって、これは確かもうぶっちゃけ何人でも来てよかったんですよね。夫、大体普通は相方というか夫の人だと思うんですけど、旦那さんだと思うんですけど、旦那さん以外にも、例えば自分で持ち込みって言ったら変なんですけれども、自分でこの人の、ドゥーラっていう人がいて、それが出産を助けてくれる助産師ともちょっと違うタイプの人らしいんですけど、そういう人を連れ込みたいっていう場合はそれ OK だったんですけど、コロナになってから、それダメ、完全にダメになって、一人までっていうことになってしまったんで、私はね、ぶっちゃけ夫だけでいいと思ってたんで、それでいいんですけど、ただそうなってしまうと、その自宅で、その長男も連れてくるっていうことができなくなったんで、完全にできなくなって、で、お見舞いもできなくなったんで、
長男を見てくれる人を探さなきゃねっていうことで、義理の両親に頼んで陣痛が来て、6時半ぐらいに陣痛来たのかな。で7時か8時ぐらいの7時ぐらいかなの段階で、これはちょっと前駆陣痛か分かんないけど、前前駆陣痛あったんですよ、34週目ぐらいの時に。でやべえなと思って、もう陣痛のこう感覚測るアプリとかでこうやってやってたんですけど、結局何でもなくって、でも今回も前駆陣痛だったら嫌だなとかって思ってたんですけど、呼んで来てもらって何でもなかったなって言ったらまたバイバイって帰ればいい話なんで、まあ、高速代はかかるんですけど、そんな大したことではないと、そんなたびたびやることではないので、本当だったらね、早く来てもらわないと家を出れなくなっちゃうので、そうなると大変だからやっぱ来てもらおうってことになって、呼んで8時ぐらいかなにお父さんに来てもらって、本当は両親両方来る予定だったんですけど、なんか家に業者が入るっていうことだったんで、一人誰かいなきゃいけなくなっちゃって、お父さんだけおじいちゃんだけ来てくれて、でちょっとじゃあ頼んだって言って、朝9時ぐらい9時半とかそんなもんかなに病院に行って、でもその間もずっと助産師さんと連絡取ってるんですよ。もしかしたら前駆陣痛かもしれないけど、なんか来たっぽいですとかっていうのはもう朝一で陣痛来て、なんかんってなった時にもう連絡して、でちょっと様子見ましょうねって言って、これぐらいの例えば3分間隔とかなんかそういう指示があって、それぐらいになったら行きましょうっていうふうに言われて、で家出る時に自分も今行きますみたいな感じで行って、で車でね20分ぐらいかかるんですよ。なんでもう行ってる間もうなんか助手席のこれ、これなんていうの、このバー、この捕まる手すりとかでなりながらって言って、もうなんか夫が一生懸命まあ急いでって言ってもね、普通に安全運転って言ってくれてるんで、こうやってもう捕まりながら「うん」とか「ふー」とか言いながら。ね、病院着いて、ね、病院着いた時にちょうど駐車場で止めてる時に助産師さんがてことかあるっての見えて、ヤッホーみたいな感じでもちろん痛いんですけど、痛くない時、陣痛来てない時は普通に元気なんで、ヤッホーみたいな感じで、ね、助産師様ーみたいな感じで、ね、で陣痛来たらもうなんか駐車場でコンクリートに這いつくばって、ダメ動けないとかって、あっとか言って、なんか他にも朝早くに、朝早くっていうのそんな早くないんですけど、病院来てる人がいて、大丈夫ですかみたいな感じで見てるんですけど、いいですほっといてくださいみたいな、なんかもう大丈夫です出産なんでみたいな感じで、私出産の時になると陣痛とか始まるとほっといてほしいタイプなんですよ。でこれすごく大事だなと思ったのが、一人目の出産した後に気づいたんですけど、出産のポーズっていうかね、水中出産だったんですけど、その時のその楽な体勢とかっていうのは全然私、まあ、もちろんウイザーなんでわからないんですけど、本当にねお母さんのやりたいようにやればいいんですよ。で母親学級とかで、ね、旦那さんをこうしてあげるといいですよとか、こうマッサージするといいですよとか、2人でこうラブラブな感じでね体重支えてあげてくださいとか、そういうのいろいろあるんですよ。でそういうのが好きな人はいいんですよ、やれば。私はどっちかというともうほっといてっていうタイプだったんで、下手に声もかけてほしくないし、もう声かけるぐらいはまあ反応できる余裕があれば普通にしますけど、なんかぶっちゃけできるよとかって言われても、あ、分かった、あ、ほっといてみたいな感じで、どっちかというと相手のために受け答えしてるっていう感じだったんですよ。自分はぶっちゃけ話もしたくないし触ってもほしくないっていう感じだったんですね。でそれがそれなってみないと分かんないんですよね。だから母親学級のビデオとか見て、こういうサポートの仕方があるっていうのを旦那さんに知っててほしいんですけど、それが全てだと思ってほしくないんですね。で1回目の時も2回目の時のもう私も出産はもう完全に自力でって言ったら、なんか自分で何でもやってる感じですけど、そうじゃなくて痛みとの戦いは沈黙の中でやりたいタイプなんですよ。こうわじゃ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 いっぱい声かけてもらったりとか、ぐじゃぐじゃされるとすごくこう気が散るというか、自分でできるの分かってるからほっといてみたいな感じ、まさに本当ほっといてっていう感じだったんですよね。なんで夫もサポートパーソンとして立ち会いとして来てても何もやることないんですよね。本当たまに水取ってくれるとか、あと出産してるよとかっていうそのメッセージを他の友達とか両親とかに送ってくれる、そんなもんで、あとは出産した後のケアで
いたら便利だなっていうのはあった、便利だなっていうのはあるんですけど、いてくれたらよかったなっていうことはあったんですけど、出産の最中はぶっちゃけね、夫ね、いなくてよかったです、本当に。そんなこと言うと夫が怒るかもしれないけど、でもそれも本人も分かってたんで、何も言わず、何も本当必要最低限のことだけやってくれてました。それ取ってとか、これを出しといてとかっていうのをこっちが言って向こうが、うん、分かったって何でもこう、手足になって動いてくれる人っていう存在であって、私にこう何かケアをしてくれる人ではなくて、ケアをするのはどっちかというと助産師さんに任せてて、助産師さんも結構子供が出てきたら引っ張ってくれるとか、本当そういうことをちゃんと必要なことはやるんですけど、なんかこうね、そうぐじゅ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 やってほしくないっていうのを事前に伝えてたのかな、伝えてたっていうか、前はこういう出産スタイルでしたっていうふうに言ったら向こうも多分分かってたんでしょうね。あまりこの人はこうガチャガチャやんない方がいいっていうのが分かってたのかしらないんですけど、その通りにやってくれて、もう生き身が始まったら早かったですよね。でポーンって出産、水中出産なんですけど、すごい大きいバスタブにもうこう顎をこうやってつけて、この顎が伸びるこのギュッてなる感じがすごい気持ちよかったんですよね、自分の中では。でずっとこうやってギュッて手下に押さえながら、ギュッてこのバスタブの縁をつかみながら、こううんみたいな感じで出産して、もうカエルみたいにね、足パッカーンって広げて出産してたんですよ。で本当にそういう出産の体勢も本当お母さんが気持ちいいものが一番だと思ってます、私は。もちろん2回目の時の出産の何ですか、そのバスタブは全然大きくて、1回目の時は本当ね、普通のねバスタブのね、こう長いバスタブみたいなののちょっと気持ち大きいバージョンぐらいな感じで狭かったんですけど、今回のはすごい大きかったんで、すっごいいろんなポーズも取れるし、疲れたらふぅってなってもうプカーンってなれるような感じのすごい大きいバスタブだったんですね。ポーンって出産して、で昼過ぎには帰ってきましたね。すごい経過も良かったんで、本当は3時間いなきゃいけないらしいんですけど、なんか2時間ぐらいしたら、うん、あなた調子いいみたいだから帰っていいよみたいな感じでそこ返されてで下が裂けちゃったんで縫いました。でそれは1回目もそうだったんですよ。で2回目はもう1回やってるん、出産してるんで裂けにくいですよみたいなことは聞いたんですが、裂けましたね。でそれでまたチクチク縫って、でそれも全部その分娩室の中で行われるわけですよね。出産が終わったら、じゃあ出産出たって言ったらもう水の栓抜いて、で赤ちゃんをこう抱っこして「はあ」なんて言ってる間に、足にチックン と、胎盤をこう下ろすためのオキシトシンかなをチックンっていう風に打たれて、で胎盤をこう、私の場合はね1回目の時は全然覚えてなかったんですけど、2回目の時は、はい、もう一回じゃ あ赤ちゃん抱っこしてる状態ですよ。で、はい、もう一回生きてみようかみたいな感じで、ふぅってやったら、胎盤がポーンって出る感じで、ポーンなんて出ないんですけど。で、それでもう完全に出るものがないってなってから、バスタブから出て、で、分娩台みたいなところのベッドですよね。に寝て、で、赤ちゃんのその、なんですか、拭いたりとか、ちょっと重さを測ったりとかやってもらって、いる間に母ちゃん一息つくふうみたいな、で一息ついて、で赤ちゃんのその検査が終わったらもうお母さんのとこにボーンってなりながら縫ったのかな、チクチク下の方を処置してもらって、でもそれが終わったらもうなんかはーいみたいな感じで、もう助産師さんも出てっちゃって、書類とかね記入しに行くんでしょうね、出てっちゃってポーって言って、で休んでる間に2時間ぐらい休んでたのかな、その時の間にもうお昼ぐらいだからご飯食べてくって言って病院食が出てきてで食べて、今回の病院食はまずくないなとか思いながら食べて、で家帰りましたね着替えて家帰りましたね、赤ちゃん連れて。で1回目の時は本当夜中だったんで、もうね気分がハイになっちゃって、特に出産してやったぜっていう感じで気分がハイになっちゃったんですよね。なのでそういうのもあったんですけど、今回は普通に産んでポンって家帰ってきて、義理 の父に何もう戻ってきたの、なんかスーパーで赤ちゃん買ってきたんじゃあるまいねみたいなことを言われるぐらいスピード出産でしたね。はい、本当に声を大にして言いたいというか、こういうのをビデオを見てくれてる人は多分知らない国でオーストラリアで出産するどんな感じどんな感じっていう風に思ってくれてる人が見てくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、もう本当に大事なのは
自分が気持ちいいと思える体勢、また出産のやり方、水中出産ができるできないっていうのはあると思うんですけれども、まあ、分娩台にしてもね、ずっとこうやって寝っ転がってなきゃいけないっていうルールは全くないわけで、新しい病棟にはスリングが天井からぶら下がってたんですよ。なんかブランコみたいなやつ、あれの布でできてるやつですね。でそこにお母さんがこう上半身を預けてこうゆらゆらするっていうのもありみたいな感じだったんですけど、もうそういうのいろんな、ね、四つん這いになるとかね、座ったのが気持ちいいとかね、お母さんの気持ちいいのが本当一番だと思います。なのでこういうふうに出産をしなきゃいけないっていうのは全くないので、好きなようにやってくださいみたいな。で無痛分娩もガスもモルヒネもいろいろやり方がね、痛みを軽減するやり方あると思うんですけど、どれでも好きなの使ったらいいと思います。ただリスクはちゃんと考慮していかなきゃいけないですよね。モルヒネを使うリスクもあるし、無痛分娩のリスクもあるし、いろいろあると思うんですけど、一番お手軽なのはガスなんですけど、私ね、ガスね1回目やってね、すごい気持ち悪くなっちゃって、もう今回は全くなしで、痛みのサポート全くなしで普通に出産しました。何にもなくポーンって産みましたね。でそういうのができる人はやればいいし、できないなと思う人は薬に頼るの全くありだと思うんで、いいと思います。あと大事なのが、オーストラリア、特に私の場合かもしれないんですけど、アクティブレイバーになるまでうちにいてくださいって言われるんですよね。つまりもう本当子宮口がかなり開いてきて、そろそろふーって力入れるぞっていう風になる段階まで家にいてくださいって言われるんですよ。陣痛がすごい、まあ長い人はまた別なのかもしれないけど、私の場合は結構早かったんですよね、進むのが。で母親学級で見るなんかヨガボールに座るとか、なんかお父さんと旦那さんとこう抱っこしながらこうダンスするみたいな、そういうのはね、全部長男の時に用意して持ってたんですよ、病院に。でももう病院に着いた頃にはもう本当にもう産み始める、うーっていう風に始まるところだったんで、ぶっちゃけに持ってたけど全然使わなかったんですよ。なのでリラックスしたムードでとか、音楽かけていいよとか、照明落としていいよとか、いろいろやってくれるんですけど、ぶっちゃけにもうそんないらない。私の場合ですよ。私の場合はですけど、そんなやってる時間も余裕もなかったですね。もう本当に産み始める段階になってから病院に行っちゃったんで、そういうのはね、家でやってください。みたいな。いろいろ準備して持ってくんですけど、準備して持ってって使わなかったら持って帰ってくればいい話なんですけど、こういう何時間もいて何時間もこういろいろなことをやるもんだっていうふうに、まあ私の場合はですけど、特に早かったからかもしれないけれども、全然こうああやってこうやってこうやってこうやってってやる、なんかいろいろ準備するもんだとか思ってたんですが、全然そんなことなくて、本当に病院には赤ちゃんをポンって出して、そのケアをしてもらう、それだけのために行ったような感じでしたね、私の場合は。なのであんまり準備しすぎるのも良くないのか、良くないというかね、そんな大ごとでもないのかなっていう感じはちょっとしましたね。なので家にそういうヨガボールとかを病院で使うんだと思ってこう持ってってしまうのではなく、陣痛の初めの頃のちょっとなんか辛いなとか嫌だなっていうのは、ほぼ家で待機の状態になると思うので、家でも使っていただきたいなと。車に全部詰め込んでしまうのではなく、家で陣痛がこう本格化するのを待ってる時が多分、まあそういうのを使った方がいいんじゃないかなと思ったので、まあそんな感じですかね。出産ストーリーというか2人目の出産ストーリーみたいな感じになってますけど、こんな感じですかね。アドバイスできるとしたら、本当お母さんの好きなようにやってあげればいいし、旦那さんも母親学級のビデオを鵜呑みにせずに、お母さんの言うことを聞いてほしいですね。触るなって言ったら触らなくていい。で、ここやれって言ったらもうひたすらそれだけやってればいいみたいな、感じがします。マッサージとかもね、疲れて、お父さんも疲れると思うんですよ。ずっとさすってたら。手も痛くなると思うんです。でもね、お母さんの方がもっと痛いの、苦しいの。だからね、ここは俺に任せろと言わんばかりに、俺はこれしかできないからやっとくぜって言って、もう気合い入れてがっつりやってほしいですね。もうそういう風に旦那さんにお願いしたいです。お父さん、お
母さんの言うことを聞いてあげなさいみたいな、お母さんの今日はお母さんのしもべになりなさいみたいな感じでやっていただけたらいいかなと思います。こんな感じでね、ちょっとこう出産のお話を、2回目してみました。はい、こんな感じでちょっと次男がまだ起きてきちゃったんで、この辺で終了にしたいかなと思います。こんな感じでいかがでしたでしょうか。今日も、ご覧いただきありがとうございました。それでは次のビデオで See you next time! Bye!